はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザンババゾノです。そしてファミツアップ編集部のエッカです。そして今日はこの方にゲストに来られております。お願いします。皆さんはじめまして、セガインタラクティブ第二研究開発本部の平井と申します。はい、よろしくお願いします。本日はセガがお送りする超豪華 RPG スマホアプリソウルリバースゼロをご紹介していきたいと思います。さあ、ということで、まあ、早速なんですけども、はい、レイさん、はい、このソウルリバースゼロってどんなゲームなんですか？一言で言うとですね、はい、英雄の転生をテーマにした、うん、RPG と。なるほど。英雄のことを英霊と呼ばせてもらってますけれども、はい、いろんな歴史上の人物、うん、英雄ですね、はい、そちらが、ゲームの中に登場して、どん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 アクションしてゲームしてもらおうという形になっております。なるほど、すごい、はい、早速じゃあもうゲーム画面いきます。はい、まあ、この物語、あの主人公とあのヒロインが、はい、の街がですね、あの敵から襲われるところから始まるんですよ。もう襲われてます。はい、もう襲われてます。もう町人が腕がーって、腕がいいや、はい、だから文字になってますけど、あのやっぱり高度になって、あの要は記録されていくという、敵が記録していくという、はい、はい、感じなんです。あ、そうなんですね。人が記録されていこうとしています。なるほど、はい。森の中に佇む扉、こうやってあのなんて、これなんていうんだっけ、ナレーションすごい、ナレーションも入って全部フルボイスでやらせてもらってるんです。フルボイスで、なるほど、はい、エリックスっていうのがある。そうです。おお、これはメインヒロインのルーチちゃん。ルーチちゃん、かわいいですね、はい、かわいい、うん、祈ってます。英霊を呼び出そうとしてます。おお、あ、なんかぼやっと出てる。ダメだった。まあ、巫女さんの力だけでは英霊さんは呼べない。それじゃダメなんですね。はい、ロードの力が必要、英霊を滑る者の力が必要だと、はい、思っているところにですね、まあ、ナビゲーションのナビゲーターのメルメル、メルメル、はい、メルメルちゃん、かわいいです。かわいい。まあ、それの、まあ、仲いい2人、これが主人公ですね。プレイヤーを扮する主人公ですけど、なるほど、はい、襲われてますからね、急げと。おお、こうね、不意に触ってしまった。いや、すごい、なんかフラッシュバックするの感じてしまうんです、ね、主人公の力。おお、また今のは一体、二人とも危ない、後ろ。お、悪そう、あら、悪そうな。いかにも敵、敵です。はい、これで、あ、主人公が、ね、ヒロインのルーチを、ね、助けようときにこう力を発揮するっていうシーンでございます。なるほど。本人も驚いてますね。ああ、そうですね、その力があったのかっていうね、はい、初めて気づく。そうですね、ここで気づく。まさかあなたが、この形で始まっていくストーリー、冒頭ですね。はい、そうですね、冒頭の、はい、これ今ストーリー部分でしたけども、はい、バトルの方はどんな感じになってるのかっていうのもちょっとね、そうですね、英霊がね、はいはい、どういう風に戦うのか、はい、せっかくなんで、はい、やっぱエカちゃん、ね、プレイした方がいい。私やっていいですか？あ、やってほしい。おお、すごいすごい、かわいいのいる。はい、お、でこれですね、はい、英霊さんたち基本的には、はい、オートでまずは何もしなくても、はい、あ、ここにオートマンがありますね、はいはい、あ、それだったら勝手に、そっちから行っちゃいますか。そうですね、行かないですね。オートアタックで、はい、どこから行きましょうか、はい、でなんかこうキャラクターのところをなんかタップすると、はい、その引き、おお、すごい、はい、左上ありますけど、はい、連続していくとチェインが重なっていきますので、ダメージが増えていったりとか、ね、はいはいはい、どんどんいくじゃないですか。これもう一回いっちゃいましょうか。マックス、マックスチェーンで、アクション効果 1.5 倍。そうですね。で、あのちょうどブレイクっていうシステム、お、あの敵のなんだろうな、ゲージありますよね。丸いゲージ、あれの間に攻撃しないとこちらが強い攻撃を受けてしまうし、その間に攻撃できると、向こうがブレイクでスタンスと。なるほど。なるほど。そうですね。大事なんですよ。はい。なんであの攻撃できない状態にしとかないと。はい、危ないことだ。なるほど。これですよ、はい、でついにソロアーツ OK 言われてますので、打っちゃいましょうか。ソロアーツ、あ、死んじゃった。ちょっと待って、ちょっと待ってください。あ、じゃあフレンドの強い子が、あ、朝おすすめ、すすめ、おー、動く、かっこいい、いけ、え、すごい、演出が、ね、グラフィックが豪華、わ、すげえ、おー、おー、もう一丁いってます、まだ、あ、死んだ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、死ぬし、
チームスペルムーンバーかわいいですよこれは。おーすげー、ヘビーがプリプリ、いやーヘビーが、ヘビーがハートのアタックラブリー、おー強っ、強いですよ、ちょっと待って、おーめっちゃ減らした、どんどん打つじゃないですか、あれ主人公、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、主人公、いや主人公かっこいい、本当だ、これではちょっと、はい、ぜひ声も聞いて、はい、あ、え、いいですね、あ、おー、あーよかったいや2人ぐらいやられてる結構やられてますよね、大体わかりました、わかりました、じゃあ、はい、もう一回いきますか、もう一回いきましょうか、はい、あさっきよりやっぱ上手くて、あ、いい感じで、いやー、早い、学ぶの早くないですか自分で言うのよつい出ました、やべやばい、今強そう、絶対強そう、ちょっと待って、あ、もう早い、快速で早めにもう最後なんで、マジかちょっとそう、はい、これあ、なんかこうやってミッションが出るんですよね、なんで尻尾をちょっとまたさっきみたいな、あ、狙えてる狙えてる、狙ってた、尻尾を破壊してください、破壊しないと危ないですよ、お、やばいやばい、尻尾が弱点、3人前の弱点だから、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、頑張れ、あ、撃っとった、ユニバース撃っとった、金じゃない、尻尾切ってくれ、かわいい、振り込みすごいですね、やっぱり頑張ってますね、デザイン頑張ってもらいました、壊れましたね、壊れました、はい、そうするとあのよピヨピヨしてるんで、あー、じゃあ今のうちにガンガン打ちます、はい、おー、あー、いいですよ、ストールフレーム、これ敵の横1列とか、ね、横1列、はい、はい、そうですね、横1列、こう技によってドン、おー、おー、強っ、ちょっと、でも、危ないもうちょいですね、もうそれもソウルアーツはもう打てない、打てない、打てない、敵も石のゲージのところがソウルアーツ、そうですね、はい、あ、頑張れ、打てる、打てる、危ない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 、あ、いいんじゃないですか、お、勝てる、勝てる、勝てる、あとちょい、あとちょい、打て、打て、マジックジャベリン、おー、倒した、すげえ、すごい、みんな死なずに一戦目はほんとどうなるかとでちょっと難しいとこ行くっていうんで、あ、よかったよかった、はい、こんな感じのバトルになってますので、でも英霊ってどうやって手に入れるんですか、英霊はね、ガチャですね、お、皆さん、ガチャ、大好き、大好きなガチャだ、うん、私大好きじゃあ引いてみますか、いきますか、いいですか、引いちゃいます、早速、さあ、ということでこちらが英霊召喚の ね画面になります、お、はい、来ました、はい、目玉英霊ですね、SSR、 SSR、 そうですね、ランスロット、あのアーサーの名優のランスロットと、はい、はい、眠い子ですね、このうちのタイトルの中では眠いブルンヒルデちゃん、眠たそう、はい、眠たそうじゃないあとはカニディアちゃんですね、カニディアちゃん、さっき見ましたね、はい、そうですね、バトル中散々やってもらいましたけど、そうですね、ヘビもやってもらって、ヘビもやってもらって、はい、英霊列伝っていうのもあるんです、そうなんです、これがですね、あのまだ引いてなくてもお試しでバトルができると、じゃあこのカニディアちゃんとかを引いてない状態で遊んでもらえる、使ってみれる、はい、あれこういうとこ強いなとか、あ、そうですね、あの大体ステータスが分かってもらえるかな、うわ、じゃあエッカちゃん引いてみようか、はい、11回召喚いきますよ、私はランスロット、まあ、そうなるでしょうじゃあ早速当てに行きたいと思います、はい、召喚でね、はい、召喚いきましょう、いきますよ、はい、ポン、お、いきます、はい、どうぞ、さあ、おー、来るぞ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 、おわ、おー、すごい、あー、ベルセウス、あ、ペルセウス、ペルセウス、ペルセウス、はい、まず1枚だから、今押してみましょう、まだありますよ、はい、すね、おー、そうね、2枚そこにあると限界とか勝手に自動でしてくれるので、はい、すごい、あー、強くなったんだ、はい、さ、楽でいいですよね、重ねなくていいです、はい、加工トン、加工トン、はい、へぇ、いいじゃないですか、いや、なかなか来ないですね、来ないですね、はい、RR するとガチャンが悪い感じのちょっと待ってよ、え、おおえ、マジで、いやSR だ、でもすごい、 SR でもすげー、すごい、実は強いんですよ、 SR の中でも、すごい強いです、へー、糸の導き、おお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 ライル、おお、ああ残念、まあでも SR 強い SR は出てるなと思いますね、限界突破も2回しちゃいましたね、 R も本当に限界突破を重ねていったらすごい強くなりますから、ね、使えるキャラになると思いますよ、私もう一回やってみますが、そうです、もう一度言われて、もう一度、あ、でももうこれ一応最後のラストチャンスにしとく、はい、ちょっと緊張しますね、俺だって引いてるわけだからじゃあちょっといいの、そんなさらっと引いていいの、いいですよさっきさ、なんかさらっと引いちゃったからさ
ちゃんとさ、いや、なんか気合が足りないんじゃないかなって思う。そうですね、はい、ソウルリバースのリバースとか言ってみます。もう一度押して、はい、そこで、ここでリバース、そこで、はい、じゃあお願いします。いきます。はい、リバース。あ、いいですよ、これ。これは行くんじゃないの。叫んじゃった。叫んじゃった。触ったはず、はい、おってなったと思う。SS レアの、うん、いや、あれ、メインカイトッパー押し続けるブリムヒル。え、ブリムヒル、ブリムヒルですよ。ブリムヒルで2つ言うんですね。実は、あー、でもそうなんですね。別キャラっていう扱いなんです。この力は、はい、皆を守るために。そうらしいですね、はい、風の谷ではない。おお、万物と会話することができる、うん、天に選ばれし銀髪の騎士、はあ、かっこよすぎる。キャラクター。君も草花たちと話してみないか。すぐ有意義だぞ。ボイス入り すぐそばにいるみたいな感じ、はい、そう。今日一興奮してる。いや、かっこいいんで、かっこいい。じゃあ、ちょ、僕も弾いていいですか。弾きます、弾きます。僕も弾いていいですか。いや、ちょ、あの二人いるんで、まだ。そうですね、そうですね。行きましょうか。はい、行きましょう。お、じゃ、僕の気合は違いますよ。お、言うてもやっぱり言うても、はい、言うても違います、はい、じゃ、行きますよ。はい、ソウルリバース。すごいじゃん。おお、念願。確かに出れそう。念願。今リバースしました、ね、リバースしました。おー、ビカビカ光ってる。わ、なんか出る気配。おーい、おー、ほらほら、やばいやばいやばい。あら、あら。じゃあもう一回言っていいですか。え、言っていいっすよ。指が震えてます。ワンチャンスあると思う。そうですよね。じゃあいきますよ。当てたい。お願いします。ぜひソウルリバース。お、当たってほしいな。おお、おお、おお、長い長い長い。さっき同じ。まあ、僕の分はちょっとあの平井さんが引きます。取り返してくれるんで。そうですよね。僕ちょっと平井さんに託します。ありがとうございます。頑張っていきます。はい、出ると思うんですけどね。ちょっとお願いしたいな。ちなみにですけど、はい、テストプレイ中一回も出たことない。じゃあいきますよ。はい、リバース。意外とさらってくる、ね。そういう感じの。いやいや、あの力入っちゃう。おお、え、やったー。マジか。マジか。やったぜ。おお、おお、おお、え、ああ、おビビアン。かわいい。出た。かわいい。いいじゃないですか、ビビアン。うん、やらんスロットですよ。いや、すごい。出しましたね。出ましたよ、これ。よかった。近寄りがたい雰囲気。実はあれなんですよね。実話ではバンさんの息子さ ん, なんです、ね。はい、あ、そういうことなんですね。そういうつながりも確か、はい、ある。いや、とはいえ、まあ、この中ではちゃんと関係があるかどうか、こう期待。あ、ね、気になりますね。はい、獣好きのやつだな。これはやばい。いいじゃないですか。はい、そう、すごい。かっこいい。はい、ね、こんなになっております。当てちゃいました。これは活躍していただけそうですね。そうっすね、強そうっすね、見るからに。これでやりたいな、うん、ゲーム。召喚しましたけどもですよ、はい、これは平井さん、まだ我々やってないことがあるんじゃないですか、マルチプレイですか。おお、マルチプレイ。そうなんですよ、マルチプレイが3人でおリアルタイムでおマッチングさせていただいてます。マジっすか。はい、きた。じゃあちょっとやりますか。やりましょうか。そちらは、ね、早速、はい、早速我々3人でマルチプレイやっていきたいと思います。イエイ。さあ、ではマルチプレイの方やっていきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ僕が募集すればいいですかね。そうですね、はい、少しください。じゃあ募集します。はい、和田さんはアタッカーで。僕はアタッカーです。はい、ガンガン攻めていくって。そうですね、アタッカーはもうどんどん攻撃していってもらえればいいかなと、はい、攻撃を
していくと。エリカさんはディフェンダーですけど、はい、私はディフェンダーで、はい、敵の攻撃引き受けたりだとか、はい、私が皆さんをお守りします、ね、はい毒にしたりだとか、まあ、はい、そんな感じですね大丈夫、心配しないでください、はい、で平井はちょっとヒーラーを、はい、回復をするので、おお、はい、皆さん大丈夫です、任せて、はい、バキバキ攻撃していいと。そうですね、はい、あの回復して、あと生き返らせてもできる。クレオパトラちゃん連れてきてます。あ、これちょっと待ってよろしくって出てるんですか。できます、できます、ぜひね、本当によろしく、どうもよろしく、いくぞ、いくぞ、はい、ありがとう、かわいい、はい、かわいいな、これ、こんな感じ、かわいいですね。チャットもうまく使ってもらえれば、あの意思疎通もできると思いますので、なるほど、バトル中もできますから、はい、ぜひぜひ。ちょっとそんな余裕ないかもしれないですけどね。あ、すげえかっこいい、はい、これ、通り、ちゃんとね、花がこだわりの、うん、いきますよ、いきます、はい、戦闘開始です、よし、でもガンガン、え、行ってください、行ってください、ね、はい、でうまくみんなでチェイのね、つぶつなげたいな、あー、なるほど、こうやって、そうです、どんどん投げていくと、おお、どんどん固まってますね、まあ、上にこう攻撃の人が打てると、まあ効率がいいですね、なるほど、はい、まだね、うん、まだまだまだ、はい、シャ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 してますよ、チェーン重ねたいけど、もうみんな使い切ってますね、さっきはいはい、あー、いいですよ、なんとかもうバキバキ打ちます、いや、もうバキバキ打ちます、あ、後ろ後ろ、お、後ろ、ああ、後ろ、後ろブレイク、あ、危ない、よし、あ、もう来た、もう一個、もう一個、もう一個、いけ、行け行け行け、おー、いいんじゃないですか、いった、これで、これ最後のボスですよ、うわー、ミノサウルス、おー、強い、これは危ない危ない危ない、あ、やばい、2000ダメージ、2万かな2万ダメージですよ、あ、いきなり撃ちますね、はい、じゃあここが心配、僕ブレイク5を見越して、はい、こうします、そうですね、貯めていきます、一気にブレイクさせたいですね、このミッションクリアするとブレイクできるんですよ、ブレイク、あ、でも、あ、そうですね、撃っていいですよ、撃って、おお、おお、いけいけいけ、おお、あ、いいですね、重ねたいところ、よし、あ、ちょっと待ちますわ、おお、怖いですわ、怖い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 、すごい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 、これはプリギフトなんとかミッション達成です、これいいですね、全然眠たくなさそうです戦う時はね、あ、そうなんですよ、うわ、今のうちですよね、ダメージ与えたら、そうです、そうです、おー、いけそう、いけそう、いけそう、あー、また来ましたよ、また来た、これは、なんとかしましょう、しましょう、ここでなんとかしましょう、畳みかぶっていきます、もうこういうふうにチャットとかうまく使えるんでしょうけど、そんな余裕はみんななかったし、必死、ナイス、必死ですね、気がついたら、思い出してるんですか、すがる、いくぞ、危ない、危ない、復活できるのか、クレオパトラちゃんが死んじゃった、もういけそうですね、いけましたね、これ、おお、いけるかな、剣はすいません、おら、あ、やったー、いきました、なんとかなった、あ、よかった、いいですね、いや、もうみんな3人力合わせてどうでした、どうでした、やっぱちゃんとなんかチェーンが結構重要ですね、重要ですね、だからそうですね、はいはい、うん、息を合わせて繋げて、繋げて一人で連打してもね、そうなんですよね、繋がんないと、そうなんですよ、そうですね、やっぱあの一緒にマッチングしてる人の様子を見ながら、はい、チャットとかもね、うまく使えればいいんですけど、今回本当全員ダメです、全員ダメです、まあでもここの間でね、はいはい、あのちゃんと声かけられて、あ、そうですね、はい、今だみたいなことですね、はい、ということで最後はあれですね、あの平井さんから告知があるということで、はい、まずはリリース日ですけど、はい、11月の下旬を予定しておりますので、まあ、結構すぐですね、そうですね、近なんでもうすぐだ、はい、楽しみです、そうですね、はい、で続きまして、はい、事前登録情報で、はい、SR のエウロペちゃんが漏れなくもらえます、おお、かわいいわこれは、はい、あとまあ5万人ですけど、ガチャ券、おお、15万人だと3回分、3回分、おすごい、そして20万人でガチャ4回分なんで全部で10回分、ということなんで、まあ、リリース間近ということでね、はい、まあ、片時も目が離せないソロリバースゼロですけども、皆さんぜひねどしどし事前登録をしてリリース日を待ちましょう、はい、ということで、それでは皆さんバイバイ、バイバイ、よろしくお願いします。